こんにちは。こんにちは。今日はお昼配信です。やっほー、サーヤンだよ。お昼ご飯まだ食べてない、まだお腹空いてない。お目覚め、うん、いい感じだと思う。珍しい昼配信。眠れなかった。確かになんか私もなんか暑いと思ったかもなんか暑いと思ったかも。休憩中。やばい、くしゃみでしょ。なんかこの部屋めっちゃくしゃみ出る。この部屋めっちゃくしゃみ出るわ。エアコンなほどさ暑いの？ほこりが、ほこりかもしれん。なんか分からんけど、部屋についてるあの服、ルームウェアみたいなをなんかこうやって広げてパサパサってしたら、ホコリがポッって出てその瞬間めっちゃくしゃみしたえってなって、どっからのホコリ、置いてある場所にホコリがあったのか、それともこの洋服についてたのか。石垣は夏ですよ。あ、そうなの。いやそうだよね。だってこの東京とかでもうあったかいもん。え、夏が来るんか。青森もめちゃめちゃ暑い。青森出張、青森に出張、青森も暑いの？寒いイメージだけど、台湾の隣だから。台湾ってあったかいんだね。めっちゃ暑いって聞いたこと。梅雨来ないんだね。梅雨これからじゃない？一回暑くなってゴールデンウィーク明けてから梅雨来るんじゃない？またえ、わかる。私も部屋におってなんか部屋寒くて
ちょっと寒いな、肌寒いなと思ってヒートテック着て家出たらめっちゃ暑くて、また家帰ってからヒートテック脱いでってことあるよ。わからんのよ、部屋におる時と外に出てからの気温が。引き返した、さすがにちょっともうなんかサウナみたいになるかなと思って。でも抜けないんだよね、ちょっと冬のあれが。ヒートテックは絶対着てたから。ヒートテックすごいよね、冬の時もあんまり感じれないけど、暖かくなってきてから感じるよね、こんなに暖かかったんだって。また月曜から寒い、もう分からん、もう月曜って寒いんや、もう分からん分からん。寒くなるっていうのはもう普通に。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。でも今日はちょいと忙しいからどうだろうか。豚骨です、豚骨。調子上がらない？え？調子上がらない？ラーメン食べたい、なんかね、ラーメン食べたい時期あるんですよね。今そう。ふんふん。え？みんな可愛かったです。何食べよう、その時の気持ちで決めよう。今日はコンビニお昼ご飯はコンビニ。あ、そうなんだ。歩くだけで暑い。歩いてるとだんだんと暑くなるからね。ただ日陰は寒いけど。優勝しちゃう。あれ、優勝ありがとう、嬉しい、とても嬉しい。ハンバーグも、鉄板ハンバーグ食べたい、それか煮込みハンバーグか。ハンバーグ食べたいね。ハンバーグ。汗出た。代謝いいね。ハンバーグソースは全部好き、チーズ以外。チーズ以外全部食べたい。そうなんよ、チーズ苦手なんです。ケチャップのみ。
鉄板ハンバーグのケチャップのみ試したことないかも。ピザは大好き。ピザ大好き。添えてあるものも、添えてあるものも、人参以外好き。本当やね。グリーンピース。オムライスについとるやつ。うん。ごめんね、人参。ごめんね、人参。人参大丈夫だったのよ。ちっちゃい頃。でもなんか畑の人参を食べてからなんか味が濃すぎて、それからなんかそれがずっと残ってる。濃い濃いんで。そのまま食べた。取れたての人参をそのまま食べて。そうなんよ。畑からすぐ取れたものってさ、めっちゃまああれよね、新鮮で美味しいっていうイメージ。取れたてのきゅうりはめっちゃ美味しかった。でもきゅうり一本ってめっちゃどんどん半分になったら味がなんか飽きてくるんですよ。そういう時にマヨをつけたり。これはちっちゃい頃ですね。人参はちょっと調理しないとだね。やっぱそうなの？確かになんか肉じゃがの人参とかも最近本当にあんま食べてないけど、それは甘くて美味しそうな気がする。うん、ちっちゃい頃めっちゃアウトドアだった。とりあえず外で遊ぶのが好きだった。今食べてた。なんかごめんね。今食べてた。あ、あるよね、野菜スティック売ってあるよね、人参のスティックで。なんかマヨネーズ、いやでも外で遊ぶのも好きだったけど、ちゃんと絵描くのとかも好きだったし、漫画読むのも好きだから、インドアでもあったから日に分けてましたね。で
お兄やんがなんか修行に行くぞって言った時だけ外に出てって感じで、でもほんとそれがあったけんね、今ね、もしかしたら本当にあまり風邪ひかないような私に育ったんかもしれん。そう、修行に行くぞって言って3人兄弟なんですけど、3人で山に行って、今思ったらちょっと危ないよね今思ったらちょっと危なかった。ね、一番過酷だった修行はなんか持久走です。持久走してた、過酷。私あんまりちっちゃい子とかね、そんなに体力ない方だから、持久走から帰ってきたらもうお兄やんとかはなんか食べてて人生とか飲んでて、うんってなってた。え、わかんない。どんぐらいあったのかな。とりあえずなんかコースがあって、ちゃんとそのコースを何だったかな、3周とか5周とか、結構ガチだったよ。真夏にね、真夏。スパルタよね。なんなんやろね、本当に。今思ったら本当に何なんだ、何だったんだろう。何よ。目指してたんだろうね、本当に。わかんない。でもお兄やんの言うことは絶対だったんだよ。お兄やんだけが。何者かになろうとして、それに本当に付き合わされてただけかもしれない、私と弟親が。でも今思ったら本当に良かったですよ、本当に体力ついて今思えば本当に体力ついてる気がする。その他にもね、私が自転車が乗れなくて、小学校4年生か5年生まで自転車に乗れなかったから、それで周りの友達がみんな自転車で公園とか行ってる時に、私だけ走って一緒に行くっていうでもそうだからずっと走ってて、私ずっと走ってる、ほぼ毎日で。でも意外と、でもみんなが漕ぐ自転車よりも私の方が速い時もあってでだけどその時は
50メートル走が8秒だったの、一番早い時期で。でも自転車に乗ってからはちょっとだんだん遅くなってきた。早いでしょ、8秒。水温のせいか。だけど確かに自転車に乗れんかったのも逆にまた体力だったかもしれん。なんだったんだろうね、乗れんかった。私めっちゃなんかビビリっていうか怖いって感じだったから、補助輪ないと無理やった。ローラーシューズだっけ、なんか足の底にローラーがついてるシューズも全然乗れなくて、周りの女の子みんなやってたけど私は怖くてできんかった。キックボードみたいな乗ったことないです、本当に。キックボード乗ったことないです。スケートもね何回かしたことあるけど、ずっと壁を持ちながら周りをどんどんなんか歩いていく人だった。え？わかんない。どうなの5秒だよ。そう。ずっと壁のとこにおるぞ。何だったんだろう。スキーやったことない。あ、どうも。スキーも私ちょっと本当に怖くてできない。スノボも絶対できない。スキーはね絶対にね途中からね一回転するやつになりそうでね、でずっと思ってる。そう、雪だるまになる雪だるまになるやつ。そう、一回転怖い。でも私大きな怪我をしたことないんですよね。お兄やん弱点、え、わかんない。捻挫を一回だけしたことある。私が階段を二段跳びとかするときにツーって滑って歩きんくなった。一回だけ。それから二段跳びしてない私は。すごいの、一回だけすごいの。え、それだけよ。でしかもなんか一週間ぐらいはすごい大きななんか足の固定するやつ、長靴みたいなやつ
をして学校に行かないかんかったんや。ギプスかな、結構大きめの長靴みたいな、固定しないかみたいな。でも私それが本当に嫌だったの、めっちゃ嫌で。目立つやん目立つやんあれ。私目立つのが一番嫌で、子供の頃目立つっていう行為がめっちゃ嫌だったから、一日していってみんなから大丈夫って目立っちゃったから、次の日からかたくなにもそれをせずに、あのなんだっけ、固定して言ってた、なんだっけな、固定するやつ、なんだったかな、サポーターか、そうサポーターして言ってた。でもサポーターってすごいねってなった、本当にサポーターするだけでなんかすごく軽くなったんですよ、足がヒュッて。そうだった、ね、逆に昨日何だったんだよね。そうしてたね、本当にねえ、やばい人ですよ私は私は本当にやばい人です。本当にやばい人です。でもちゃんと今動けるようになってるし、ダンスもできるようになってるからよかった。なんかお母さん、お母やんもなんかこんな長靴のやつなんか大げさよーって言ってんやんでも大げさの方がまあいいっていうのもあるよね。まあ、それくらいちょっと軽い方のやつだったんですよね。で今良かったかもね。そうそうそう、そこはちゃんと、まあ、将来のためにもやっとくべきだったことであることは間違いないけどね。皆さんはもしそういうことがあったらちゃんとしてくださいね。私を悪い例として、今ならちゃんとできる、その目立つ皆さんのあれじゃなくてちゃんと。で、あ、放置は怖いね。ないですね、ほんと。それ、その怪我、それ以外の怪我は一見こういう、なんかちょっと怖い、なんでも怖いって思うこの性格が逆に良かったんかもしれん。喉が弱いっていうのと、あとは何だろう、まあ、運動神経は悪いけどね。うん、授業中も良かった。どうだろう、
喉は今自分の家にあの空気清浄機と加湿器の両方持ってる最強なのがあるから、あれのおかげで結構いけてます。全然痛い時があんまない。転んだことあったかな。転んだことは結構あったかもしれない。転んだりは。そうそう、一つで空気清浄と加湿器。よかったよかった。あとなんか私お母やんがめちゃくちゃ運がいいんですよ。めちゃくちゃ運が良くて、だからそれもあるかもしれない。お母やんも多分怪我したことないもん。よくなんかすぐいろんなとこにぶつけたらあざができるとかは私も受け継いでるけど、ちょっとなんかあっただけですぐあざできて、でもすぐ治るやつ。そうそう、治癒力早いかもしれん。え、記憶のない朝めっちゃある。私ね、高熱になっても次の日には治ってるの。さすがにインフルとかは次の日に微熱になって、次の日にまあ6度くぶぐらいになって、ちょっといろいろあの調子乗り出してなんか動き出したらまた上がっていくけど、そう調子乗っちゃうんよ。あ、これ治ったねってなってこれ治ったやんってなって、なんか急にテレビ見出したりとかしたらなんかきつくなってきた。あるあるよね。え、そう、掃除とかは結構きつくなる。掃除して出したら、掃除って結構体力使うんよね。本当よ。うん、私今んとこなんかあの空白の10日間以外は休んだことないですね。そう、夜中に掃除してるよ。空白の10日間、ゴールデンウィークの。
そう、調子いい時にせんと掃除は。そうい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 うん、1年前だね。確か夜中はかどるんよね、掃除ちゃんと。あいつよ、うるさくないやつね。私のゴールデンウィークそう何もないといいな。もう予定がいっぱい、本当にありがたいことにたくさんあるので、今年はちょっと本当に本当去年悲しかったからね。めっちゃ楽しみにしてたライブたちがね、うん、なんとも言えないことなんだけど、そういうのあったよね、まあ、その時は悲しいって思いながらとりあえずもうずっと寝てた。めっちゃきつい時って寝るしかないよね。すぐ寝れるし寝てるしかもう方法がない。本当に朝起きたらなんかもう動けなくなってて。これはあ、やばいって思ったよ。やばいって思って全身痛くて。でもその前の日に私普通に配信でなんかサーヤンフェスみたいなのやっててそれからの次の日の朝起きたらそうだったから、ファンの方もびっくりよね、えみたいな。その時から私のメールが届かなくなって音信不通になって、筋肉痛じゃなかった全然で、これはってなったよね、ざわつくやつ。そうそうそう、で本当にきつかったけど、なんかほんとその日レッスンがあって、あの今回のさ5月5日に愛知でフェスがあるんだけどさ、その時のメンバーで去年もあったのライブは。多分その時のメンバーでのレッスンがあったんだよね確か。そう、あ、そう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 、クライマックスもレッスンしてね、いろいろ覚えてた後だった。でこれは絶対に行かなきゃと思ったけど、もう無理って分かって、でも自分一人だけと思ってて、なんかほんと5周年コンサートも目の前に来て体調不良になっちゃって、これってもしかしてってもしかしてなのかってなったけど、
マネージャーさんに電話して、とりあえず病院行きなってなって、病院行って、でもその時やばかったもん。私はなんか一人で行ったんですけど、そうフラフラって感じだった。なんか途中なんか本当に泣き声みたいなずっと言ってて、うーってうーって涙出てきて、うーって言ってた。でいろいろ検査したら「それです」ってなって「それです」。でも公式サイト見たらいろんなメンバーがなってて、あ、こんなにいたんだって。多分ねその時ね結構みんな一緒でリハとかあったからね。これだ。あ、そうそう、リンコからサイアン体調悪いのって LINE 来て、そうそう、ね、リンコも悪いんよって言ってて、あ、仲間がいたってなって、あとももちゃんも、そこ私ももちゃんとリンコと、あ、仲間がいたってなってて、3人だってなってて、もっといた。うん、それがもう1年前になりますね。1年前、でもほんとその頃はなんかそれになったら本当にあちゃーみたいな感じだった。1年前は。今はだんだんとさ、なんかあーそっかーってなってきたよね。うん、また流行ってきてる。そう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 、今だって5日間でもういいもんね。短くなった。ほんと私も泣いたくないです。だってもうねめっちゃ体力落ちるんよ。本当に大変だった。それから体力戻していくの。私2時間公演できないと思ってた。確かに確かに、本当だよね。みんなこう言いそうなことです。ただ体力、いや本当復帰してさ次の日に公演出てるメンバーね
びっくりよ。本当よかった。でも本当一番あれよ、一番ね心に来たのはね、なんかあれ、なんか SNS とかでいろいろ見て、誰が犯人だみたいな、そんな感じだったから、それが結構来ましたね。そう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 、今はねそういうのあんまりないかな、なさなくなってきたような気がするけど、そうそう、名探偵がそうそうそう、そう探偵っていうか、急にね、よかったよかった。今も気をつけんとね。皆さんも気をつけてください。また来るの？もう泣いたくないな。とりあえずでも本当になんかこの3年間でもう結構もう身になってきた。もうそういう。なんていうの？予防？習慣になってきた。ですかね。注意せんとね。てか日本って何人いるんだ。だんだん仕事に戻っていく人が、私もそろそろ終わる。1億おるんか。1億人おるってやばいね。なんかそんなにいるんだ。1億2000万人。そんなにいるんだね。で最近めっちゃ思う。なんか本当このだいぶ緩和されてきてからいっぱい人がいて、本当よ、出会ってくれてありがとう。出会ってくれてありがとう。
世界に換算したら80億人。おお、よかったよかった。誕生変わったら読みます。お腹空いてきたような。まだなんですよ。何食べようかな。本当よかったね、出会えて。出て。1位からゆうたくん、バリーさん、フジボンさん、マサさん、ミッドナイトシュガーさん、F渋谷さん、マイセンさん、モモビリーさん、ソウルメイトさん、コッペさん、おたてさま、ロックオンさん、ゆうきにゃんにゃん、ゼータンさん、ワッキーさん、みなちゃん、としささん、ちくわドーナツさん、ももまるくん、プライベートジェットさん、ひたち3号さん、りょうさん、かめさん、しゅうさん、まっぴさん、ちんちらさん、まるかっとさん、ハムちゃん、ねみふぃさん、いぬちゃん、はやりんごさん、ねこのおかずさん、いぬうえよしひろさん、あおちゃん、ありがとう。よいしょ、とくとっとっとい。じゃあ、そう、多分明日です。じゃあねー、ありがとう。バイバイ。